土壇場に強いマドリー・ビニダンデ・ドローカク選手に対する評価がこちらです。クロースのここぞという時は必ずコンディション上げてきてくれるの、ほんと頼もしすぎる。クロースのパスエロすぎだろ。マドリーの全てのタクトを振っているクロースという男。クロースのスルーパスもすげえし、ビニシウスの動きもすげえ。でがっつり釣り出される人間な。ビニあと15年はマドリーね。ビニシウスの決定力さすがだわ。加入当初とか外しまくってウイレで決定力65とかじゃなかった。どんな舞台でもしっかり結果残すビニ、ほんとすごい。ビニシウスマジでうますぎ。指側はさすがだな。間違いなく今世界最高の CB。 多分アレアナ・ケインがあんましなんじゃなく指側か神なんだよな。指側とサネが仲良しでほっこり。指側とサネずっと喋っててくさ。ケインが目立つたびに指側の良さも際立つ。ベリンガムもハーランドもなぜかビップマッチになると消えるんよな。ベリンガムがバロンドール取ったらその基準は顔だと思う。ケインの PK で何話しかけたんだろう。その内容によっては結構小物ムーブ。終盤で追いつくとかもうマドリーの茶番だろ。